佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですねパック動画なんですけれども、いつものようななりきりパックではなくって、ちょっとね変わったパックをゲットいたしましたので、こちらをやっていきたいと思います。それがこちら、レバンテリッツの純白泡ブライトニングパックというシートパックになります。こちらはですね、あのウームの社員さんとパックの話をしていた時に、なんかこう泡泡になるパックがあるらしいよみたいなことを聞いてね、そしたらね、なんと買ってきてくれました。ありがとうございます。なので私ちょっとこれ初めて使います。どんな感じになるのか全然わかんないんですけども、シートパックが泡泡になりますみたいな感じになってて、これどうなるか気になるよね。炭酸バブル、シートから泡が出る、こすらない毛穴クレンジング、おお、泡立つシートパック、ブライトニングっていうのがですね、古い角質を除去するという意味らしいんですけども、ブライトニング、くすみ、張り、弾力、キメを整える、保湿っていうね、なんともなんか嬉しい効果がありそうなパックでございます。炭酸バブルだし、このブライトニングシートパックって言ってるくらいだから、ちょっとなんかこうくすみが飛んで白っぽい肌になるのかなって気がするので、今の顔を覚えといて早速やっていきたいと思います。これ見てるとね、スキンケアというか化粧水とか塗る前にもうすでにこのパックをポンってやる感じですね。あ、今のところまだ泡は立っておりません。普通のシートパックでもいつ泡立つかわかんないから、ちょっと急いでつけます。めいちゃんがめっちゃ泣いてる。こういう時に限ってちょっと開きにくい。あ、なんかこう目のところがね、シャボン玉みたいにこう今までにない感じになってますね。洗剤っぽいこの粘り気のある感じのなんか液体がついてる感じ。はい、できた、できた、腫れた、腫れた。そしてちょっとあわあわしてる。うん、泡立ってきてるのわかるかな。うん、レンズが回せない。えい、ここら辺とか泡立ってきてますよね。こういうところとか結構まんべんなく全体的に泡が立ってきた。つけて2分ぐらいかな。わー、ほんとだ、すごい泡立ってる。しかもなんかすっごいクリーミーなきめの細かい泡ですね。すごいなんか良さそう。結構あわあわしてる、わかるよね。かなり濃密な泡が発生してます。なんで発生すんの、なぜ、なぜなの。すごい。しかも泡がね崩れにくいですね。全然こう水っぽくならないで、ずっと泡のままですね。ちょっと鼻が塞がってきた泡で。今ちょっとお母さんとかに見せてきてた。すごいよね。てかさっきよりも泡立ってんじゃん。うわ、さっきよりもブクブクしてる。なんだっけ、チェーンソーだっけ、チェーンソーのあのマスクみたいな感じになってる。この絵、この絵ちょっとあからさまにやりすぎだろ泡って思ったんだけど、結構近いよね。結構近いぐらい泡立ってます。そしてさっきよりもね泡が立っているからかね、全体的にこう下にねこのシートパックが下がってってるのすごい感じます。10分いってないぐらいでこのぐらいの泡ですね。だいぶ厚みのある泡になってます。ちなみに10分から15分程度置いてから、パックを剥がし、お肌に残った泡を水かぬるま湯で優しく洗い流します。その後は通常のお手入れをしてくださいということです。確かにねこう残ったシートパックの液が結構ベタベタするので、洗った方がね確かにいいかもですね。で、ギガホワイト成分、アルプスに生息する7種の高山植物のエキスによりくすんだ肌を明るくしますということらしいですね。すごい泡々、本当に泡々。ちょっとシャメ取る。結構インパクトがある絵面ですよね。はい、10分経過いたしました。こう泡がとどまることを知らないですね。もう鼻が結構塞がってきてるし、もっと時間が経つとどんどんこの泡がね少なくなっていくのかなって気がしたんですよ。こう一回ふわーって立ってふわーってなくなるみたいな。全然そんなことないです。もくもくしてます。ちょっと削り落としてみましょうか。こんな泡ですよ。
何？ちょっと体に塗っときますか。でもなんかすごい良さそうな気はするよね。こんなにきめの細かい泡をさ、あの普通に塗るとやっぱり落ちちゃうけど、こうシートでつけているからこう停滞してくれるじゃん。はい、多分15分ぐらいは経過したんじゃないでしょうか。もう泡でも遊べるぐらい楽しいパックの時間を過ごしてます。ほら、こんなこともして遊べるわけです。すごーい。余ってる泡を体につけたりとかもしちゃったりしてね。で、こうやってね、触るとわかるんだけど、あー、息が、あの、ちゃんとパックと肌の間にも泡はしてるなっていうのを、こうやってやるとこう潰れる感じとかがわかるのでします。もう流れてきちゃってるね。お、最後すごい、お、もういろんな顔になります。なんかもうすごいね苦しい。はい、ということで剥がしたいと思います。えい、もったいないけどね、こんなにまだ泡はしてるのに。あー、うわー、すごい、内側もすごい泡立ってた。なに、うわー、なんなんだろう、なんか不思議な新しい体験をしましたね。で、一度顔を洗って、来ないといけないので、一度洗っていきたいと思います。はい、ということで、戻って参りました。こう、今ね、鏡で見てるんだけど、白くなったよね。動画ではわからないかもしれないんだけど、あのくすみが取れた感じはします。実際に、うん、白くなったなーって実感できる感じで、パックを取ってからも顔の上であわあわしてて、で、泡をこうやってくる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 ね、あのやっていくと、さらにこの密度の濃い泡に変化するような感じがあって、でそれで一度ちょっと顔を柔らかくね、マッサージしてから、洗ってみました、うん、でね、泡切れとかはすごくね、悪いっていうか、普通の洗顔をしてぬるぬるになって、でそれを顔洗うような感じで、で洗顔ほどの突っ張り感はないけども、このなんかぬるぬるしてる感じはね、ずっとね続いてて、なかなかこのね泡が取れない感じがあったので、結構何度も洗わないといけなかったですね。初めてやったので、すごく一貫してすごく楽しくパックをできましたね。ただなんか一気に疲れが来ています。なんかこうすごい楽しみすぎちゃってたので、なんか一気に疲れた感はあるけど、楽しかったです。普通にあのね、ドンキとかでね売ってるらしいので、もしよかったらチェックしてみてください。純白アワーブライトニングシートパック、なんか新しかったです。ということで今日はこんな感じで終わります。それじゃあまた明日。じゃあねー。